では次に首のマッサージをやってみましょう。まず横に立ってこの2本でですね、こう首筋のこの筋肉が凝ってますので、下から上につまみながら上げてあげてください。両方一緒にですね、こういう感じで、まあでも親指の方が力が入って、多分今だったらこっちの方が気持ちいいと思います。こういう感じで、そして少しずつこう広げてみたりですね、それちょっとこうだんだんと狭めてみたりしてみてください。そしてこの時こうパートナーの方に聞きながらですね、どうですか、痛くないですかとか、どこが疲れてますかとか聞きながら、こう場所をこう探しながらやってみてください。ここのこう狭めてみました。こんな感じですね。そして反対からやってみます。こんな感じですね。だんだん狭めていきます。今度はこの首と頭の付け根のところです。ちょっと顎を引いてください。この部分ですね、ちょうどこの骨と筋肉がこうついてるところがあるんですけど、そこをやります。下から上にこういう感じで押します。結構気持ちいいです。こういう感じで。こうですね。じゃあ反対やってみます。こんな感じですね。もちろんこの首ですから、パートナーの方に圧をね、聞きながら注意してやってみてください。はい、以上です。